ここはチャンスになる。ネギ浮き球のシュート、ポストに当たった、入った。今日 J リーグデビューのネギ光輝がデビュー戦でゴールを決めました。同点ゴール、1対1。キーパーからのボールが味方につながらず、そしてキーパー出てきたところ落ち着いてポストに当てましたが、ネギ光輝のゴール、落ち着いてのループシュートでした。浮き球で決めていきました、ネギ光輝。